祝いの一人語り。はい、皆さんこんにちは。昨日に引き続いて、僕一人でこの動画を撮っています。これ撮ってるのは4月の22日水曜日なんですけれども、予定ではこの動画が配信されるのは4月の26日日曜日の予定ですね。お昼の12時に流れることになると思います。昨日の動画で予告をさせていただいた通り、これからしばらく、祝いの一人語りみたいなコンテンツの中でですね、質問回答会をやろうかなというふうに思っていまして、それをですね、これからしばらくの間続けていきたいというふうに思っております。さて、いくつか、この間のですね、令和の虎の今後の配信につきましてという動画を流しましたら、本当にありがたいことにですね、たくさんのメッセージをいただきました。コメントをですね、で、一番多かったのは、本当に令和の虎すごく楽しみにしてるので、これからも頑張ってくださいとか、大変でしょうけどもぜひ負けずに頑張れとかいう応援のメッセージが多かったんですけれども、次に多かったのがこういう時代なので、濃厚接触良くなくないですかと。で、社長の会社を回るっておっしゃってましたけども、それはやめた方がいいですよというご意見がたくさんありました。昨日の動画でも申し上げたんですけれども、もう私バカだもんですから、なかなかそういうところまで気が回らなくて、確かにそうだなというふうに反省をしましたので、コメントいくつかちゃんと返しておきましたけれども、あれ以来ですね、虎の社長のところを回って動画を撮ることは控えております。で、その代わりに、これまた昨日お話したことなんですけれども、とにかく、Zoom などを使って、虎と対談をするという動画をこれから流していくことになろうかと思いますので、よろしくお願いします。で、そんな中にですね、他にもコメントがいくつか入ってまして、そのコメントでいくつかこう、こんなコンテンツはどうですかとかっていうね、アイデアをいただいたものがあったんで、今日は、質問の回答会の第1回ですので、それを僕の方で事前にちょっとピックアップいくつかしたので、それに対してお答えをしていきたいというふうに思っております。まずお一人目、宮崎浩太さん、本名ですかね。こうなったら岩井社長の一人語りでもいいので動画を上げてほしいです。まさしくこういう意見をいただいたので、こうなったら一人語りをしようということを決めたわけですね。ちなみにすいません、もうすぐにこの動画を上げようと思って、やってますので、編集も何もせずにですね、テロップも流れないので、ちょっと起きづらいところがあるかもしれませんけれども、今日ちょっとお許しいただきたいというふうに思っております。宮崎浩太さん、ありがとうございました。2人目です。ひらがなでカズさん。ストックが終わり次第、オール達成後の志願者を追いかける動画とか、虎たちの現状動画とかどうでしょうかという、ご質問がありました。このですね、オール達成後の志願者を追いかける動画とかどうでしょうかっていうことに関しては、多分ね、カズさんが、僕たちのサブチャンネルの令和のエトセトラチャンネルの存在をもしかしたらご存じないのかもしれません。実は令和のエトセトラチャンネルの方では、オールになった後の志願者のその後を追っかける動画を結構撮ってるんですね。今もだいたい1週間に月水金だったかな、という配信頻度で週に3本ぐらいは、上げていますので、せっかくこんな時期ですから、お時間のある方についてはですね、過去のものから順番にぜひとも見ていただければありがたいなというふうに思っています。まだエトセトラの方はチャンネル登録者数も5000人ちょっとしかいないので、宣伝になりますけど、この機にぜひチャンネル登録もお願いしたいというふうに思っております。なので、このご質問に関しては、オール達成後の志願者を追いかける動画っていうのは、なるべくエトセトラの方を見ていただければご理解いただけると思います。多分この令和の虎チャンネルの方で流す志願者っていうのは、最後の審判を流すのと、あとは、いろんな志願者が、そのお店とかをオープンするときにオープンロケの動画を撮ってますので、そういったものはメインですから、こちらで流すことを決めていますので、時々こちらでも流れていくことになると思います。
それから虎たちの現状動画とかどうでしょうかというご質問に関しては、先ほど申し上げたんですけれども、ちょっとまだ正式なコンテンツ名決まってないんですけれども、コロナ時代の虎たちみたいな、まあ括弧仮称ですけれども、そんなものをですね、Zoom などを使って僕との対談形式で撮っていこうと思ってますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、3番目のご質問ですね、孤独な人生負け組会社員の休日さん、すごいハンドルネームだなこれ。岩井社長、ストックがなくなったらアンチと生放送でバトルしたらいかがですか。これすごい面白い投げかけなんですけれども、ストックなくなったらアンチと生放送でバトルしたらいかがですかって。じゃあアンチの人が顔出ししてですね、名前も自分でちゃんと伝えて僕とバトルする勇気がある方がいらっしゃるなら、なんぼでもやってもいいですよ僕本当に。でも多分そういう方々というのは、いわゆるそのアンチって言われる方って、当然その YouTube の僕たちの動画にハンドルネームでわーっとこうコメントを入れてくる方々とかですよね。そういう方々って自分の存在が世間にバレないからこそああいう言い方をするんであって、じゃあ正々堂々とですね、姿形を表して、僕と出てですね、それが、本当に全世界の人に見られるとなった時に、それだけ勇気のある方がいらっしゃるのかどうか、今の僕にはちょっと分かりませんので、この提案ってすごく変な提案だなというふうに思っています。この提案に関してなんかコメントも一つか二つついてて、それ面白いねとかって書いてあるんだけど、いや面白いのは面白いだろうけど、本当にそういうアンチがねいるんだったらぜひというふうに思っていますね。はい、続いて四つ目です。つぶやき太郎さん、志願者のコロナ影響も回って取ったらどうでしょうかと。はい、これに関してはですね、エトセトラの方でも多分少し流していくことになろうかと思いますけれども、もう一つですね、我々今オンラインサロンで、令和の虎ファンクラブっていうのをやっていまして、すいませんこれもちろん有料で月額かかるんですけれども、こっちの方にはですね、オールになった志願者ほぼ全員とか、それから虎も全員入っていまして、本当に深く深く、交流をオンラインサロン上でしてるんですけれども、そういった中で例えば先週のね、ライブ配信、これ実はオンラインサロンでは毎週ライブ配信をしてるんですけれども、このライブ配信の中で飲食系の志願者をみんなちょっと集めてきて、でその子たちに電突って言って電話でねインタビューしたんですよ。で今どうだ、コロナでこんなことになってるけども、君たちの商売どうなんだっていうことを僕が電話取材するっていう試みをしました。まあやっぱり予想通りですね、みんな本当に大変な状態になってるんですけれども、そういったことをタイムリーに、頻繁にやれるのはやっぱりオンラインサロンだなというふうに思っているので、もしよろしかったらオンラインサロンの方に入ってきていただければ、そういった現状はよく分かっていただけるのかなというふうには思っていますね。はい、そういうことでちょっと回答の答えにしておきましょう。今日の最後の質問になります。5番目ですね、マー君76さん、はい、ストップは残念ですが6月頭までは楽しめるのでありがたいと、過去の資産を掘り起こしてください。視聴者反応の良かった回を分割なしで一本化、そして未公開部分を入れて完全版としてリバイバルをお願いしますという、お願いです。まずね、この過去の資産を掘り起こしてください、視聴者の反応の良かった回を分割なしで一本化、ここまでについては実はですね、数ヶ月前にタイガーファンディング傑作選という形で、確か僕の記憶だと5本ぐらいかな、流した覚えがあるんですね。でこの通常3本に分かれているものを1本にまとめて傑作選という形で流すことはそんなに難しいことではありませんので、これはね検討次第ですぐにでもできることだと思ってるんですよ。なのでもしこの要望が多ければそれもまたちょっとやってみようかなというふうに思ってるんですけれども、
もう一つの未公開部分を入れて完全版としてリバイバルをお願いします。これがね、実はね、非常に大変なんですよ。普通の YouTube の番組だと自分たちで動画撮ってね、ガーッとこう撮ったものをチュチュチュッと結構編集して流してるんで、それの完全版って割と簡単にできるかもしれません。でもご理解いただけるかどうかわからないんですけれども、僕たちのこのタイガーファンディングっていうのは、まずですね、あの実際の場面はカメラがね3台あるんですよ、最低で。この3台のカメラでだいたい1人の志願者に対して1時間半から長い時は2時間ぐらいずっと撮るんですね。でもし2時間撮ったとすると、カメラ3台で2時間ですから6時間分の映像があるわけですよ。でこの6時間分の映像をとにかく編集を担当してくれてる会社が本当にたくさんの人数で全部見て、でそれを切って切って切って虎の顔、志願者の顔、虎の顔、志願者の顔、僕の顔、そういうものをうまーくこう組み合わせてですね、あの番組で作ってあるので、これね、もう一回それをやろうと思うと膨大な作業量がかかります。で膨大な作業量がかかるってことは、ぶっちゃけ膨大な金額がかかるんですね。なのでやりたいのは山々なんですけれども、未公開部分をもう一回入れていくっていう作業だけでもとてつもない作業になっちゃうんですよ。なので現実的にですね、今こういう状態になった中で、本当に僕らが多くの予算を費やしてそういったことをやろうとすることは非常に難しいですね。なんで、まあ、そのことはぜひともですね、ご理解をいただきたいというふうに思っております。さあ、今日はですね、初めての回でしたので、こうやって5つの質問に答えましたけれども、これからもですね、基本的に皆さんが、まあどの動画に でもいいんですけれども、ご質問いただければですね、僕の方で、ピックアップしてお答えはしていこうと思ってますけれども、一つだけまあちょっと申し上げておきたいのは、ちょっと過去にですね、私が流した動画の中で、まあちょっと物議を醸した動画があるじゃないですか。あれに関してだけは今ちょっと僕の手を離れて、委ねているところがありますので、申し訳ないんですけれども、そのことに関して、僕の口から現在でですね、お答えすることができかねる状態にありますので、大変申し訳ないんですけれども、そのことに関するご質問だけはちょっとこの段階ではお答えできない状態になってますので、ぜひご理解をいただきたいと思っております。はい、そんなことでですね、これから少し定期的に、祝いの一人語りっていう中で、ご質問に答える会を作っていこうと思ってますので、ぜひ皆さん、ご質問いただければと思っております。今日はこんなところにしておきます。ありがとうございました。